So I've been doing this like back and forth, back and forth. It's kind of like tiring, you know? We have to go there and then we have to go back. And then we go there again and then we go back again. Someone fighting there. So on the last videos, I realized about something. Oh, that was what I saw. So that's was the last stage. I mean, the last chapter of this game. I think. Oh, Antara wa. Kodomo tachi wa tasukete kureta koto. Aratamete rei wo iwasete kure. Tondemo arimasen.私たちはまだ子供たち全員を助け出せていませんから残りの子供たちを見つけ出すために力を貸していただきたいんですわしにか一体何をすればいいんじゃ北帝国にある皇帝の城に入る方法を教えてほしいんです皇帝の城になぜじゃ実は連れ去られた子供たちがあの城に移されているようなんですつまり子供の誘拐は皇帝がいやしかしなぜそんなことをおじいさん悪いがお主らの言っていることをそう簡単に信じることはできんでは協力は望めないということですねたとえお主らの言葉が真実だとしても皇帝家を裏切るような真似はできんのじゃすまんな分かってくれやはりダメでしたかどうするキリト君子供たちの居場所は分かっているし他の方法を探している時間はなさそうだ多少強引にやろうと思う分かった僕は何を手伝えばいいいやこればっかりは一人の方が都合がいいあとは俺に任せてくれ。とは言ったものの、ご老人をスニーキングして情報を盗み聞くなんて、子供たちのためとはいえ、いい気はしないな。まずい。なぜ皇帝家が子供の誘拐に。そんなことはありえん。じゃが、子供たちを救った彼らが嘘をつくとは、城に入る方法と言っておったな。だが皇帝に仕えた者として、それをたやすく教えることはできん。気づかれていないのか。これは独り言じゃが。城には非常時に備えいくつかの隠し通路が備え付けられておるいくつかは手錠の老朽化とともに塞がれてしまったが湖に面した場所から城内に通じる隠し通路だけは今でも使えるはずじゃ湖に面した場所にある城への隠し通路か悪いなじいさん子供たちを救うためなんだ。なんだ今の音。誰か。どうでした、キリト。なあ、定常には今でも使える隠し通路があるらしい。そこから城に入れるんだね。ああ、おそらく。あのおじいさんがよく教えてくれたね。一体どんな手を使ったんだい？まあ。人徳？普段の行いかな。なんか怪しいけど、それ以上は聞かないことにするよ。よし、子供たちが心配だ。急いで城に向かおう。待ってください。デュソルバート殿がいません。リネルとフィゼルも。どうしたんですか？リネルとフィゼルがどこにもいないのだ。
稽古をつける約束の時間になっても来ずで。そんな、あ、もしかしてさっきの物音は、まさか何か心当たりでも。ディソルバートさん、さっき情報を仕入れた時、もしかするとリネルとフィゼルも聞いていたかもしれない。なんだと。ああ、だからおそらくすでに裏口を目指したはずだ。なおさら急ぐ必要がありますね。悪い、さっき気づけてたら止められたかもしれないのに。お前のせいではない、師匠である我の責任だ。ディソルバートさん、今は二人を追うためにも先を急ぐほかありませんよ。うん、みんなよろしく頼む。ああ、お手柄を立てる好機到来。やっぱり地道に師匠から剣術を学ぶだけではなかなか聖騎士になれないと分かりましたしね。けど今回情報をつかめたのは私のおかげよ。キリトの後をつけようって言ったの私だもん。今はそういうことで構いません。しかし重要なのはどっちが先に真実を突き止めるかですよ。あー、そんなこと言う子は魔女にさらわれちゃうよ。魔女？アリス様が調べた情報にあった北帝国の昔話だよ。昔々悪い魔女がいました。ですが魔女は最初から悪い魔女であったわけではありません。彼女は愛する子供を失ってから魔女になってしまったのです。失った子供を求めて姿形話し方が似た子供たちを探し続ける魔女。それでもその孤独は満たされない。そんなある時、悪魔が現れ魔女に言いました。その子供を探し出し、そして今度こそ誤った道に進まぬよう教育し直しなさいと。あなた何ですか？見るからに味方じゃないみたいだね。ゼル、分かってる。倒せばいいだけよ。聖護騎士アリス様、ディソルバート様、お待ちください。どうしました？近隣で魔獣の発生情報があったようで、その報告に参りました。大軍に我らだけでは対応できず。またなの？この一帯のカラントは倒したのに。倒しても倒しても大元のカラントコアがある限りまた生えてくるのか。いたちごっこだな。それでは城を目指す者と魔獣を追う者の二手に分かれ対応しますか？でもかなり魔獣が多く発生したんですよね。では我が単身で裏口を目指す。お前たちに魔獣の討伐を任せてもよいだろうか？もちろんです。どうかリネルとフィゼルを追ってください。ディソルバート殿であれば安心です。かたじけない、よろしく頼むぞ。お気をつけて。うん。それでは魔獣の情報を教えてください。今から私たちで向かいます。はっ、非力にて申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。やはり人員が足りていない。だからこんなことが起こってしまう。メディノ？いや、何でもないよ。今魔獣の討伐に急ぐか。So that a temple in here, I mean there. I don't know what they want to show. I didn't exactly see what that is. So I think when Fizel and kind of forgot about his her name again, say that a fairy tale about a witch, that might be the impress that we're talking about here. That's only my speculation though. Maybe that is because I haven't
seen, or I haven't even go into the story. I don't even watch it. I mean, on YouTube, you know, there might be a lot of it on YouTube, but I didn't even watch it because I want to know all by myself. これは一体。あなた。これはこれは非常に残念です。残念？何がだ？一体なんだ？ゾッとするほどの敵意を感じた。あなた方に血しぶき舞う素晴らしき共演をお見せできなかったことですよ。な、何この人？幸い失望するにはまだ早い。余興は残っていますからね。余興だと？この魔獣たちを倒したのはあなたですか？そのいでたちからしてこの衛兵ではないようですが。何がおかしいのです？答えが分かっていることをわざわざ質問するとは、聖号騎士は随分と頭が悪いようですね。まあいい、あなた方に用はありませんから。お前一体何者だ？やっとお会いできましたね、私の救世主様。救世主メディナ、もしかして？違う、会ったことなど一度もない。それに彼はきっと冒険者じゃない。ご名答、さすがは救世主様ですね。お前は一体何なんだ？まずはご挨拶を。私は元老院統括代理ハーシリアン。統括代理？あなたとの光栄なる出会いに感謝いたします。メディナ・オルティナノス様、オルティナノス家最後の救世主。オルティナノス家を知っているのか？ええ、何でも存じ上げておりますよ。オルティナノス家に関しては私は天命を凍結された身、最高司祭様の命により長きにわたりオルティナノス家に仕えてきました。さあ救世主様、私と共に再び最高司祭様を復活させましょう。何を言っているのです？最高司祭の復活だと？最高司祭様は今眠りに疲れているのでは？復活とは何だ？そうだ、学生であるメディナには混乱を防ぐために本当のことを伝えていない。それは誤りです。最高司祭様は殺されてしまった。今は届かぬ最上階にそのむくろがあります。だがそんなことを聖号騎士の方は何もおっしゃっておられなかったぞ。ムクロだと？アドミニストレーターの死体はカセドラルシダーに返還されているのにどういうことだ？おい、お前の目的は一体何だ？おかわいそうに。何がだ？きっとご先祖様たちは今のあなたを見るとお嘆きになります。なぜだ？あなたは今滞在人を抱え込んだ対策本部と共に行動し、偽りの氷協会を名乗る者たちにたばかられた真実を信じている。対策本部が滞在人を抱え込んでいるだと？ちょっと滞在人って誰のことよ、リズ。何アスナ。特別に質問に答えましょう。最高司祭様を殺した滞在人はこの者です。お前なんで？嘘だ、キリトが最高司祭様を殺したりなんてするわけがない。だがあなた様が現れてくださったならばもう安心だ。オルティナノス家はいつか必ずや人々を率いて最高司祭様の右腕になると予言されていた一族。さあ今こそその予言を実現する時が来たのです。どうか我が手を取ってください。ふざけるな、そうやすやすと突如現れた貴様を信用するわけがない。私は聖号騎士長ベルクーリ様率いる対策本部にて魔獣討伐の任を背負っている。
最高司祭様の名を語り氷教会を混乱に導こうとしているのはお前の方ではないか。その高貴な弁舌、まるで五代目当主ミリアム・オルティナノスにそっくりだ。五代目当主、確かメディナは九代目だ。お前なぜその名を。私たちオルティナノス家でもほとんど記録の残っていない五代目当主の名を知っている。先ほど申し上げた通りです。オルティナノス家に関しては存じておりますから。元老院統括代理と聞きましたが、そのような役職は耳にしたことがありません。お前こそ虚偽の肩書きを語っているのではないですか。作られた人形ごときが随分と生意気になったものですね。何？今回は引き下がりましょう。だがいずれ必ずあなたは正しき道に戻るでしょう。しばしの別れを、救世主様。システムコール、ジェネレートアンブラエレメント、フォームミストシェイプ、ディスチャージ。なんだ。神聖術によって霧が生成されました。誰がどこにいるのか。大丈夫みんな。はい、私は大丈夫です。キリト君、今のって。ああ、一体何なのか。おおとしましたが、逃しました。アリス、さっき言ってたけど、元老院統括代理なんて役職存在しないのか。はい、私の知る限りでは存在しません。虚偽を語っているのか、もしくは。あいつもまたジャイアント族みたいにカラントから生まれたか。でも見た目は人海人そのものだったわよね。ああ、何よりあいつは最高司祭の蘇生を目的にしていると言った。最高司祭様の蘇生ですか。そうだ、カセドラルシダーはアドミニストレーターの死体が姿を変えたものであり、彼女が今なお魔獣を生み出して人界を脅かしているとは言うことができない。だからきっとアリスは言葉を飲んだのだろう。なぜあの名を、私たちオルティナノス家についてなぜアーも知っている。メディノ、お前に聞きたいことがある。なんだ。最高司祭様を殺したのはお前ではない、そうだよな。Saying that thing, well, it's true though, but I have to say it, and that's a long dialogue. まさか、そんなことあるはずがない。あの者は嘘を語っているのだろう。何せ欠陥品のオルティナノスケを救世主と呼ぶくらいだ。本当なんだ。え？本当だ。俺がアドミニストレーターを倒した。嘘だ。でもそれには事情がある。そのために対策本部は今もなおこの世界の人たちのために戦っているんだ。事情？しかし最高司祭様は絶対の存在、そんなお方を手にかけるなど。Say that thing, I don't... メディナ殿、なんですか。説明すれば長くなります。しかし聖豪騎士であり、その場にいた私が保証する。キリトの行動は民を守るためのものでした。最高司祭様を、人を殺めることは法に背くことだ。なのにキリトは人を守るために人を殺めた。なぜ、なぜ。わからない。正しいのは一体誰であり何なんだ。やっぱりこの事実は人海人を混乱させてしまう。うまく説明することは容易ではなさそうだ。それにおそらくメディナは相反するジレンマを感じて苦しんでいる。このままだとフラクトライトが崩壊する危険があるかもしれない。メディナ、いつか話せる時になれば必ず説明する。だから今はこのことについて考えないでくれ。
わかった。今ディソルバートを追って城を目指そう。そうね、リネルちゃんとフィゼルちゃんのことも心配だわ。メリナ、大丈夫？はあ、考えることをやめればどうしてか落ち着いた。それじゃあ行こう。キリト、なぜ私に嘘をついていたんだ。Well, he lied because, well, because we didn't want that reaction, you know, because we know what happened if they know the truth. Sometimes, yeah, there's sometimes, you know, you have, you know, lie is a bliss, is that correct? Sometimes.So that will be, so I'm speculating something here. Maybe Medina is like a second body for administrator, or maybe I don't know. And that guy, hold on, 57, no way, dude.That's way too high. I don't think I can do that right now. Maybe sometime, but right now, no. There's something here. It's a quest. I mean, it's a sub quest. All right.